83号では、土台の正面と左側にフレームを取り付けます。また、トウモロコシを作ります。今回付属するパーツです。83号では、82号で組み立てた台座を使用します。はじめに、土台下フレーム D の溝に接着剤を塗ります。続けて、広い面を下側に、斜めの面を右側に向け、土台下フレーム C と合うようにしてベース板に接着します。同様に、土台下フレーム E を、広い面を下側に、斜めの面を左側に向け、土台下フレーム D と合うようにしてベース板に接着します。さらに土台下フレーム F を広い面を下側に斜めの面を右側に向け土台下フレーム E と合うようにしてベース板に接着します。次にトウモロコシの葉を60枚ほど台紙から切り取ります。続けてトウモロコシをランナーから切り離します。次にトウモロコシの側面に接着剤を塗り、トウモロコシの葉を接着します。この時、トウモロコシとトウモロコシの葉をしっかり押さえます。同様にして、トウモロコシの周囲を覆うようにして5枚ほど接着します。さらにトウモロコシの葉の先端を外側に曲げます。次に糸を5センチに切ります。次に糸の端から数センチのところから鉛筆に6周ほど巻きつけます。続けて、鉛筆から糸を抜き、輪から数センチのところで糸を切ります。次に、輪になっている部分に先ほど切った5センチの糸を差し込み、半分の長さのあたりで結びます。続けて
結び目から端まで接着剤を塗ります。さらに結び目から1センチ弱のところに接着剤を塗り、結び目をクリップで挟んで乾かします。次に輪をハサミで切り、さらに結び目から1センチほどのところで糸を切ります。次にトウモロコシの葉の内側に接着剤を塗り、トウモロコシの葉とトウモロコシの間に糸を結び目側から差し込んで接着します。同じ手順で全部で12個のトウモロコシを作りましょう。これで83号の組み立ては終了です。アッシャー。